なんか最近、身の回りで物がなくなることが多いんだよね。あれ、ルノアも？私も最近、ちょっとした物がなくなることが多くて。シルモですか？もしかして、リュウも？はい、大したものでなかったので、気にしないようにはしていたのですが。やっぱり、私の勘違いじゃなかったんだ。毎度ありにゃ。リュウが飲んだ水の空き瓶にシルが使い切って捨てた口紅、それにルノアが汚したからいらないって言ってたハンカチ、こんなものがお金になるなんてにゃ。いやー、こんなに美味しい商売があるなんてもっと早くに気がつくべきだったにゃ。とはいえ、そろそろ自重するのにゃ。変態たちにはもっと持ってきてほしいとは言われたけど、さすがにこれ以上は足がついてしまうのにゃ。これがバレたら、きっとただじゃ済まないのにゃ。竜たちにしばかれるだけならまだしも、宮川ちゃんにバレたら、お尻が真っ赤になるだけじゃ、きっと足りないのにゃ。クロエ、その話、詳しく聞かせてくれない？シル！こういうことでしたか。それで小遣い稼ぎのためにシルたちの私物を勝手に持ち出して売り払ってたと。何やってんだいあんた。これには深い理由があるにゃ。あんたの深い理由なんてたかが知れてるだろう。うるさいにゃ、黙って聞くにゃ。神様たちが言ってたにゃ、これはボランティアだって。ボランティア？そうにゃ、どうせみんな捨てるものなら欲しい人に譲ってお金にする方がいいと思ったにゃ。恵まれない神々が恵みをお金で買うにゃ。ミャーはそれを手助けしてたにゃ。どうにゃ、合理的にゃ。それは皆が了承していたらの話でしょう。にゃ。私はともかくシールの名前を出すことで商品の価値を上げて儲けていたのなら、その道理は通らない。それにそのお金は寄付したりしてるわけじゃなく、そのままクロエの懐に入ってるわけでしょ？それは。どうせ、また賭博でしょ。そんな言い方するんじゃないにゃ！金は天下の回り物にゃ！ミャーはせっせと回してるだけにゃ！要するに、ボロ負けしたと。ミャー。シリ、出しな。神のバカどもに売った品は取り返してきな！いいかい？わかりましたにゃー！後日、尻をさする怪盗が夜な夜な神々の宝を持ち去り、町を騒がせたという。クロエの熱、なかなか下がりませんね。そうだね。お薬は飲ませたから、寝ていればじきに良くなるとは思うんだけど。にゃー。しかし、そんな体調で無理に店へ出てこなくとも。無断欠勤は母ちゃんに尻を叩かれるにゃー。さすがにお母さんも
そこまで厳しいとは思わないけど。っていうか、バカでも風邪は引くんだね。にゃ、にゃんだと？ミャーだって風邪くらい引くにゃ。うわっ！にゃー、しんどいにゃー。もう、急に暴れたりするから。ほら、早くベッドに戻りな。まったく、ちょうどお店の2階が空いてたからよかったけど。そういえば、最近たちの悪い風邪が流行ってるんだって。冒険者でもかかった人が多いって。うつらないように気をつけないとね。にゃー、今日はここで安静にしていてください。宮川さんもお店のことはいいから早く直せと言っていました。にゃ、ごめんにゃ。辛い時はお互い様なんだし、気にしないで。シル、そんなこと言ったらこの猫、本当に気にしないよ。黙るにゃ。シル、ルノア、そろそろ降りて仕事をしなければ。ああ、やばい、開店前に頼まれてたことがあったんだった。それじゃあ私たちは行くけど、後で様子は見に来るから、それまでおとなしく寝ていてね。にゃ、わかったにゃ。にゃ、にふふ、ちょろいもんにゃ。やっぱりミャーの調合した仮病薬はよく効くにゃ。たまにはこういう寝て過ごす日もなきゃやってられんにゃ。無理して出てきた感も演出したし、ミャーの株も上がって完璧にゃ。さーて、今日は一日ゴロゴロダラダラ寝て過ごすにゃ。クロエ、大丈夫？シル、ミヤお母さんがリゾットを用意してくれたんだけど、食べられる？にゃー、今は食べられる気がしないにゃー。困ったな。少しだけでも食べた方がいいと思うんだけど。シル、宮川さんがもし食べられないようなら、せめて果物をと。いやあ、それならきっと食べられるにゃ。そうですか。ではシル、私は店に戻るのでこれを。ありがとう、リュウ。はい、クロエ。あーん。にゃー、甘くて美味しいにゃー。よかった。少しでも食べてくれて安心した。にゃー、こんなに優しくされたのは久々にゃー。いっそ、もうずっと風邪をひいていたいにゃー。でもさすがに毎日だと飽きちゃうかも。そうかにゃー。ミャーは魔女の汁より女神っぽい今日の汁がいいにゃー。それ、褒めてるんだよね。けど早く元気にならないと、ミャーお母さんに怒られちゃうよ。にゃ、それは嫌にゃ、怖いにゃー。それならたくさん食べて、早く治さなきゃね。よく寝たにゃ。そろそろ薬の効き目も弱まってきたにゃ。檻を見て帰って本格的に寝るにゃ。調子はどう？にゃ、おかげさまでだいぶいいにゃ。熱も多分下がってるにゃ。そっか、それならいいけど。今やっと店が落ち着いてさ。遅くなったけど、何か欲しいものはある？お金にゃ！にゃあ！病人に何するにゃ！うるさい。もう十分元気じゃん。ああ、もう、心配して損した。
心配してくれたにゃ。はあ、当たり前でしょ。こりゃ何の騒ぎだい。バカが風邪で寝込んでたんじゃなかったのかい。母ちゃん違うにゃ、これはルノアが。そうかい。ま、これだけ騒ぐ元気が出たならいいさ。動けるんならさっさと離れに帰ってねえな。明日も忙しいんだからね。おかしいにゃ、いつもならここで宮川ちゃんの鉄拳が飛んできそうなものなんだけどにゃ。にゃ、元気になったんならこの夜食食っときな。食える分だけでいいからね。宮川ちゃん、無理はするんじゃないよ。今日は特に忙しくて大変だったんだから、ちゃんと直して休んだ分しっかり働いてよ。にゃ、わかったにゃ。そんなに忙しかったにゃ。おいしいにゃ。なんかちょっとミャーの仮病薬効きすぎたかもしれないにゃ。余計な心配されても気がめいるだけにゃ。明日はしっかり働くにゃ。ミャー好みの美少年もお尻も来なくて、なんだかやる気が出ないにゃ。だるいにゃ。何？あの冒険者くんのことでも待ってるの？そうじゃないにゃ。確かにあの少年のお尻のプリッとした感じはオラリオでも指折りにゃ。けど他にもいいお尻はあるにゃ。ミャーはそんな美尻の客、いや客の美尻を見なきゃやる気が出ないのにゃ。あんた客のことなんて目で見てるわけ。どうせ働くならそういう楽しみくらい別にあってもいいはずにゃ。確かに思うのは自由だけどさ。あ、いらっしゃいませ。どうもこんにちは。にゃ、プリッとしたお尻が来たにゃ。もうちょい控えた言い方あんでしょ。今日はシルさんに渡したいものがあって来たんですけど。ああ、シルなら。シルは宮川ちゃんのお使いで外に出てるにゃ。すぐ戻るからそれまでそこに座って待っているといいにゃ。あ、そうなんですか。じゃあお言葉に甘えて。最適な位置取りにゃ。あのお尻をミャーのものにできたら。ほどほどにしとけよ。にゃにゃ、どうかしたにゃ。いえ、もしかして僕のお尻に何かついてるのかなって。そうにゃ、おみゃのお尻にはゴミがついているにゃ。え、本当ですか。みゃーが取ってやるにゃ。ふふふ。クロエ、ゲッ、シルベルさんに一体何してるの。別に何もしてないにゃ。あ、シルおかえり。もう聞いてよクロエがさ。黙るにゃ。シル本当に何でもないにゃ。そう、それならいいけど。ベルさん来てくれてたんですね。
今のシルの笑顔、死ぬほど怖かったにゃ。だからほどほどにしとけって言ったじゃん。こんなんじゃやっぱりやる気なんて出ないにゃ。へえ、そうかい。みやかあちゃん、そんなにやる気が出ないなら違う仕事を頼んでもいいんだよ。今のは冗談にゃ。ほら、いつも通りやる気満々にゃ。それなら最初から働きな。ほら、サボってないでさっさと仕事仕事。にゃなるほど、あれが今回の標的にゃ。この程度なら楽勝にゃ。まったく、こんな美味しい仕事ばっかりなら楽なのににゃ。こんなところで何をしているのですか。にゃにゃ。最近様子がおかしいと思い後をつけてみれば、もう裏稼業からは足を洗ったのではなかったのですか。誤解にゃ。誤解？そうにゃ。ミャーはもう切った張ったの世界からは足を洗ったにゃ。ではあちらの人物を標的と呼び尾行していたのはどう説明するつもりですか。身内が凶行を犯すとなれば、私も場合によっては。待つにゃ。あの標的は暗殺される側にゃ。あなたの標的であるならそれは当然なのでは。だからそこが勘違いにゃ。あの標的を狙ってるのはあっちにいる男どもにゃ。男ども。おい、誰かいる。ち、ずらけるぞ。あ、逃げるにゃ。リュウ、おみゃのせいにゃ。おみゃも手伝うにゃ。まったく、手を焼かせるんじゃないにゃ。クロエ、まさかこれは。そうにゃ、ミャーは暗殺を防止してるにゃ。つまり護衛。そんな大層なもんじゃないにゃ。ただミャーくらいになればどんな奴がどこでどんな風に暗殺を決行するか手に取るようにわかるにゃ。だから暗殺されそうな奴から金をもらって暗殺を未然に防ぐバイトをしてるにゃ。そういうことでしたか。もう以前のミャーとは違うのにゃ。申し訳ありません、私の早合点だったようです。わかればいいにゃ。夜更けにこそこそ離れを抜け出していくのが見えたのでつい疑ってしまいました。ま、心配してくれたのは嬉しいけどにゃ。それにこれが意外にやってみるといいものにゃ。クロエ、あなた。暗殺者って人集めて騒ぎ立てるだけでその場は諦めるし、強い冒険者とかと戦う必要もないにゃ。こんなんでお金もらえるなら元からこういう家業にするべきだったにゃ。少しでも感動した私が愚かでした。にゃふふ、ミャーは善人でも聖人でもないのにゃ。ま、そんなわけだから心配いらないにゃ。ええ、私も最低限安心はできました。ではこれで。あ、待つにゃ、リュウ。何ですか。このことは宮川ちゃんには黙っていてほしいにゃ。副業がバレたらまたややこしいことになるにゃ。確かにそれはそうですね。わかりました、このことは胸の中に留めておきます。恩に着るにゃ。
それにしても暗殺するより妨害をする方が楽に儲かるなんて皮肉な話にゃ。竜には言わなかったけど、超極悪人の方が助かりたい一心で金払いもいいしね。そういうやつに限って何度も狙われるし、いい金づる。にゅふふ、昔ミアをこき使ったような連中からたっぷり絞り取ってやるにゃ。Thank you.